デジタル人民元がまあどういう背景で生まれるようになったのかと、でそもそも中国っていうののお金ってどうだったのかということをお話ししたいと思います。あの情報技術の話を踏まえておいていただかないとなかなかこれが理解できないと思うので、まあ以い下いちょっと米中関係なんですけれども。 このアメリカはですね、まあ冷戦以降ですね、どういう形で経済成長してきたかというと、世界中に貿易赤字を出して、そしてドルをばらまくわけです。で、ばらまかれたドルで他の国が成長するわけですね。そして市場が拡大する。そしてそこに向けてまたアメリカが輸出をしたり、ビジネスチャンスを見出していくっていうぐるぐるこの。 貿易赤字を出すこと不均衡を拡大することによると、お金を循環させて、アメリカは成長するというモデルを追求してきました。まあ、あの、こうやってドルをたくさんばらまきますと。ドルの価値が下がって、ドル不安が起こるんじゃないかっていうの、トリフィンの流動性自慢、ジレンマって言うんですね。え、経済成長はするかもしれないけど、ドルの価値が、不信任が起こって、下がってしまう。ドル暴落が起こってしまうんじゃないかっていう,ふうに心配されてたんですが、それは起こってきませんでした。なぜならば。 この基軸通貨っていうのはそれは特権なんですね世界中の人たちがアメリカのドルを受け取るとみんなが思うから自分も受け取ると自己循環論法なんですなんか根拠があるわけじゃないんですねもちろんアメリカのあの派遣的な力とか自由で開かれた巨大な金融市場とかそういうのはあるんですけれども根本的に通貨というのはですね人気投票みたいなもんだと思ってください、えー、みんながこれを大事だと思うからとみんなが思っていると思うから自分も大事だと思う ということなんですね今は米ドルが世界の基軸通貨としてみんながそう思っているということなんで基軸通貨特権ってそういうことなんですでそうするとアメリカはどれだけ貿易赤字を出してもちゃんと経済が回っていくわけなんですね。でこの中で中国がどんどんん成長ししてきました、えー、これはあのアメリカが中国とにかくこの21世紀に入ってからですねアメリカはものづくりをやめて中国に投資をするとで生産拠点は中国に行っちゃうわけです。 でその結果ですね中国はどんどん貿易黒字を稼ぎますアメリカの努力をどんどん稼ぎますね貿易黒字でこの貿易黒字がどうなっているかというと全部中国では人民銀行の中に吸い上げられますねこの人民銀行貿易黒字で稼いだものがこの人民銀行のバランシートの資産の部でこの米ドル資産という形で外貨準備が増えるわけです。もともとデジタル人民あ人民元中国人民元は信用がありません。 このドル建て資産に裏付けられてるからこそであの人民元をみんな受け取るということになるのであのとにかく黒字が増えれば増えるほど人民元の発行額が増えるわけですで中国はこれで経済成長してきましたでこれってあの中国がアメリカに依存してる形で経済成長してきたことなんですねでこのお金で成長しそしてしかもその中国マネーは軍事拡大にも回っていると、えー、トランプはこれに対してマッターをかけようとしたんです。 あの米中対立というのが貿易摩擦から始まりましたねトランプ政権の時代にですねそれはこの中国の貿易黒字を減らすことによって中国の軍事拡大のお金の根っこを立とうと縮小しようということがありましただからもうあの不公正な貿易やってるとかですねあるいはウイグルなんかで今弾圧やってますね。 あれでで結局強制労労働働ししててて安いいい賃金で生産しているるダンピンピグみたななことになっているとにっだから人権侵害はけしからんというふうになるんでもちろん道義的な意味もあるんですけれどもやはりこの利経済的な利益というものもバックにあってもですね人権侵害はけしからんということになるんですね。でアメリカはとにかくトランプがこうやって黒字に赤字にこだわるっていうのは経済学的に言うと大変ナンセンスで。 先ほど私が言ったように米ドルを世界中にばらまいて成長していくというモデルを忘れたのかと思いきや実は中国に対するそういうまあ戦略があって黒字赤字というのを気にしたんですねトランプはですね貿易赤字のことをロス・損失だと言ってました。いいかにも企業経営者らしいんですが あれってあの輸出と輸入の差額であって別に損失じゃないんですけれどもでもあえてロスだということによってですね締め上げようとしたわけなんですね。でこの状態の下で中香港の人権問題が起こりました。香港国家安全維持法ということで,で実は香港っていうのは中国経済が世界経済とつながるお金でつながるまあいわゆる窓口みたいなところなんですねで。ここであの元々人民元っていうのは 他のの国とと通貨との交換性がありませんでも香港で,であれば米ドルに変わる仕組みがあるんですねそこで中国は蓄えたドルだとかいろんなもので資産を海外に投資する場合もです、ね、ここを通してやってるわけですね。で今回香港がこういうふうに端圧されたことによって香港の金融市場が衰退もしていくだろうと。で結果としてこれは中国の世界とのお金の窓口がなくなるので。 中国は自分で自分の首を絞めている愚かな習近平なんていうようなことを言われたんですねところがですねこれはあの古いパラダイムの人たちの考えで中国ははそんんなななことを自分ででで選択すするほど愚かではないんですねええー、ちょっとあの細かい字で申し訳ないんですが中国はドル離れが進んでんででいるすあの思い出しますと私があの、えー、財務省の役人をやってた頃にこれ個人の資格でですね 中国の北京に訪れて通貨と当局者とこれ完全に非公式な意見交換したことがあるんです、まあ、単なる意見交換なんですがでその時に彼らちょうどリーマン・ショックの後でしてです、ね、我々は米ドル基軸通貨体制から一,あ、まあ、一刻も早く脱却したいんだと、まあ、リーマン・ショックが起こったと今我々は稼いだドルをもう外貨準備としてアメリカの国債に運用しているこれを大量に売却したいと思うけれどどう思うかって言われたんですね。 で私ちょっっとと待ってくれと言いましたねあのそれをやると世界経済が混乱したら最終的に中国が成長しなくなるし持っている米ドル債の価格が下がるわけです中国が大量売却するとそれは彼らの持っている米ドル債の価値も下げるし中国にとっても良くないですよと。 まあ結果あの私が帰国した後日経新聞に人民銀行は米ドル売却の方針撤回と出たんでほっとしたんですが私が言ったことが影響したのかどうかは未だに分かりませんけれどもですねでこれにここに現れているようにもうド米ドル基軸通貨体制からの脱却は中国の長年にわったる悲願でした多分ずっと昔からの悲願だったと思いますで今回この情報技術がここまで発展してきて中国はそのチャンスを得ていると。 いうふうに考えているわけなんですね。えー、ですからあの香港のことがあっても中国は次の手段がちゃんと用意されているというのが今の状況だと思います。あちなみに当時はあの鳩山由紀夫総理だったですかね。あのちょうどあのアジア共通通貨なんて唱えてました。えー、もう中国の東京の方々は大喜びでこれ行きましょうと。それなぜかっていうとアジア共通通貨になったら日本円日本は日本円じゃなくて当然デジタル人民元使えますよってそういうことですよねと。 とといううことなんですねちょょっと次行きましょうもうそもそも通貨って何なのかということを、えー、振り返って考えてみたことは皆さんおありでしょうかあの経済学の世界ではですねあの一番上に書いてある決済手段でありかつ価値の構造手段でありかつかつ価値尺度であるとこの3つがあって初めて通貨であると、まあ、今のビットコインは価値があまりにも変動しすぎるんで通貨でないとこういうふうになっているわけですねただこの通貨はですね。 実はあの2つの形態で発行されているんです。2つの形態して1つが皆さんがお持ちの紙幣や貨幣ですね。これ具体的なものですね。偽造できないようなものとして発行するもう1つがえ台帳に記入するということで発行しているんです。これ、大腸で実は記入するっていうのがですね。通貨の一番最初の形がこうだったんです。 原始時代にヤップ島のところに大きな石板がありましてそこに誰から誰にどういうものをどういうふうな債権債務があるかってことを改ざんできないように刻み込んでこれが最初のお金だったんですがもうそれをやってると切りがなくなってそれでさっき言ったアコヤ貝とかそういうのが使えるようになってきてそして貴金属とかそういうのが使われて紙幣が発行されてくると銀行制度ができてから我々の使ってるお金のほとんどが預金通貨ですよね。 大きな決済は皆さんも預金を通じて振り込みでやっていると思いますけれども、で預金通貨が今圧倒的に多いわけです。でこの預金通貨だって大称方式なんですよね、えー。預金通帳に数字が入っているだけなんです。何かありますか？何もないですね。銀行に行ってなんかこれ預金と交換してくれますか？今だ何も交換してくれませんね。昔は金と交換してくれたんですが今はそれもありません。単なる通帳に書か,かれたデータです。 で今言われている、えー、新しいこれから出てくる暗号通貨というのはです、ね、私がこれからお話しする暗号通貨というのもこれも電子的なものに過ぎないんです何かあるものじゃないんですでこの暗号通貨暗号通貨と、えー、そして今までの法定通貨の預金通貨のどこが違うかと、えー、それはですね中央集権的に発行されているのがです、ね、今の預金通貨暗号通貨あるいは仮想通貨と呼ばれているものはさっき言ったようにブロックチェーンで管理者がいないと。 いうことなんですねただ今日お話しするデジタル人民元や、えー、あるいはこれから中央銀行や政府が発行するかもしれない通貨電子通貨デジタル通貨っていうのは中央集権的に発行されるお金なんですね後でちょっと整理しますけれども押さえていただきたいのは CBDC ってことなんですセントラルバンクデジタルカレンシー中央銀行が発行するデジタル通貨で、えー、デジタル人民元はそれなんですね中国人民銀行が 発行しますで実は6年前まあ7年前ですか2014年ぐらいからですね緻密に準備をしていましたそして去年の1月には基本設計を完了して4月にアプリができてウォレットの開発も完了しましたそして5月ぐらいからは大都市なんかを中心に実用実験が始まっています昨年ぐらいからすごい勢いで実用化の実験が始まってまして深圳の実験が有名ですね。 えー、でつい最近で言うとこのコロナの中で春節この間の春節で、まあ、の地方に帰省できない方々の間にデジタル人民を配ってですね使ってもらうと、えー、やそんなこともすでにやっちゃってるんですね。えー、でこれ,これの意味なんですけれども、まあ、先ほどもちょっと触れましたが中国は近いうちに今の人民元の紙幣とか硬貨を全部廃止して全部スマホかカードで 決済すするるデジタル人民元に統一するとでそうなりますと何ができるか、えー、もう中央にこれは人民銀行か共産党かその中央のところにあの人がいつどこでででどんな品物を買っったまで全部わかっちゃうわけですねある人がこの人ちょっとけしからん当局がにらみを利かしてですねこの人制裁してやろうとっ,ったらこの人にこのものを買わせないようにしようってこともできるんですあるいはこの人にもうデジタル人民元使わせないようにしようと。 そのでデジタル人民元しかお金がなくなったら何が起こるか、もうその人生活できなくなるわけですね、これはものすごい国民に対する締め上げであり監視能力、えー、ですね、今あのえあの、もちろんこういう同じようなことはガー f a もやってるんですね、皆さんもよく聞いているように、突然アカウントが閉鎖されたなんてありますよね、突如、トランプまでアカウント閉鎖されてますからね、ですからこのプラットフォーマーっていうのはものすごい権力を持つんです。 この今国家よりもすごい権力を持つんですねこれを中国は握ろうとしているわけなんですお金という手段を使ってですねで今まではアメリカのドルがバックにないと信用できなかった人民元ですがこのバックにデータがあるんですビッグデータがある GAFA もそうですねバックにビッグデータがあるからいろんな価値を生んでいろんな経済のいろんな人々から評価されることができるわけですね 中国もそれできちゃうんですよねやろうと思えば、えー、ということが一つそれからもう一つですねデジタル人民元は国内仕様と海外仕様に分かれるんじゃないかと言われているんですで、国内仕様については監視の手段として使うけれども海外仕様はというともしかするとですねまあ、ジャック・マーさんがこの間まあ、今弾圧されてますけれどもなんとかペイっていうのはいろいろありますよね我々がなんとかペイって使ってると実はそれが、えー ま、中国デジタル人民元が姿を変えたものになっている可能性が将来起こりうるんですね。そうすると私たちは何とかペアアンペアにだ便利だった使ってたらですね。これがデジタル人民元と接続して、我々の情報が全部中国の中央に行くということが起こりかねないわけです。この海外仕様と国内仕様はどうも分けるということで、まこれからどんなものが出てくるかということだと思いますそしてですね。デジタル人民元は？ さっきシップスという話をしました。いわゆる決済システム、これをデジタル人民元で決済するなんてことになったら、これ大変な力を持つようになりますね。で、すでにスイフトよりもシップスを小中国は奨励していて、将来的にはデジタル人民元でというふうに考えているのは間違いありません。それからアメリカのドルの米ドルの地位も低下する可能性があります。あの今でも、えー、このテザーというのはですね。テーザー、テーザーというのはこれ香港に登録している会社なんで。 なんですがアメリカの当局とは全く無関係に仮想通貨えドルを発行してるんですねどういうことかっていいますとドルの資産をバックにドル,だてドルの仮想通貨を発行してるんですドルの,資あのだからあのいわゆるビットコインみたいな変動してないですねドルとの関係でいうと要するに事実上のドルをですね民間が勝手に発行してる時代なんですね今ですね。で中国がこのデジタル人民元でいろんな決済のプラットフォームを作っちゃいますと 中国は一応外貨準備をたくさん持ってますからこれをバックにしてデジタルドルも発行しちゃうデジタルユーロも発行しちゃうデジタル円も発行しちゃうとこういうことにこれなる可能性がすごく高いんですね。でこうなってくるとですね果たして米ドルいわゆる基軸通貨アメリカのドルの派遣って大丈夫なのかっていう議論が起こってくるんです。ででもこの議論ですね あの私はいろんな討論の場で提起してもなかなか皆さんピンとこきませんあのやはりあの既存のいわゆる経済のフレームだとか常識にならされた方はこの今新しく起ころうとしている通貨の概念すら変えようとしている事態に頭がついていってないんですねいやそんなこと言ったって松田さんあるじゃないですかアメリカのドルは、えー、世界一番開かれた自由な金融市場を持っていてドルを受け取ったらそこに運用できる人民元には運用するとこないじゃないか でもそんなこと言ったって中国がドル発行しちゃうんですよという時代をどう考えるかとかですねいやそんなこと言っても松田さん中国って今食料輸入してるんですよとそういう国が何をバックに発行するんですかいや何かをバックに発行するんじゃないですもうこれ e コマースみたいなんですよという話をしてもですねなかなかピンとこないでちょっとこれご覧いただければと思います